はいどうもこんにちは、プルートネットワークのプルート向井です。今こちらの動画をご覧になっている方々は皆様こう思ってるんじゃないでしょうか。おいお前なんで今更この作品をレビューするんだよっていう話ですよね。本当にそうでございますよ。まあ今こちらのですね、動画を見ている方本当にありがたいんでございます。今回皆様にご紹介する作品は、キャストアウェイでございます。はい。まあですね、僕もこの動画はあまりそんな長い話はしないつもりでいる所存でございます。まあですね、こう改めてこの作品を見てですね、うわこの作品化け物だなと思ったので、ちょっと軽く、お話ししたいなと思って、この動画を撮っております。なぜこの作品をですね、改めて見るきっかけが生まれたのかというとですね、最近僕の方が、生配信、YouTube ライブの方をしておりまして、そちらの方でですね、視聴者さんとお話をしていて、グリーンマイルのお話になったんですね。そこからトム・ハンクスの、作品っていうことで、僕が、あ、キャストアウェイ面白い作品ですよ、みたいな感じで、ご紹介したんですが、そこから僕もですね、改めてこのキャストアウェイっていう作品をですね、まあですね、片手間ながらですね、こうご飯を食べながら見てたんですけど、いかんせん面白いんですよ。やっぱりストーリーは、皆様ご存知かと思いますが、主人公のトム・ハンクスがですね、無人島に、ひょんなことから行ってしまいですね、そこから無人島から、脱出するみたいのが、まあ、大まかなあらすじではあるんですが、まあ、監督の方がですねロバート・ゼメキスなんです。で主演はトム・ハンクスという、まあこれを、聞くと思い出す方はフォレスト・ガンプという作品、思い出す方いらっしゃるんじゃないでしょうか。とても、有名な作品でございますよね。僕もですね大好きな作品でございます。まあですね、名言がありますよね。人生はチョコレートの箱のようなもの、開けてみないとわからないみたいな、名言がございますが、まあそんな話は置いといて、今回、キャストアウェイ改めて見たんですけど、すごいと思いました。まあ、いかんせん、前半の方は、そのトム・ハンクスという男がですねどんな人生を送っていたか、はたまたこう人間関係みたいのを、表現していて、で飛行機が墜落して無人島に行くということなんですけど、その無人島のシーンが本当にすごいんですよ。さすがトム・ハンクスって感じなんですよ。もう本当に演技勝負。まああの演技でずーっと見続けられるっていうのは本当にすごいなって僕思ったんですよ。でまあですね、その無人島とか言うとですね、まあ一人で過ごしてるわけなんですよ。でその一人で過ごしている時にですね、そのセリフというものがあるわけじゃないですか、作品というのは。まあいかんせんその無人島で独り言を言っているとですね、現実味がないんで、その何て言うんですかね、こう一歩引いちゃうような感じになっちゃうと思うんですよ。他の作品まああるかな、わかんないんですけど。でここの、キャストアウェイにですねすごいなと思うのが、そこをですね補うために出てくるのがバレーボールの友人ウィルソンですよ。はい。このウィルソンがですね、まあこの独り言ではない、このバレーボールのウィルソンという友人と会話をすることによって、現実味のある作品に生まれているんですね。まあこのウィルソンっていうキャラクター、まあバレーボールなんですけど、そのトム・ハンクスがですねこう火を起こしながら、こうひょんなことから手を怪我して、そっからうわなんでこんなことになっちゃったんだよみたいな感じでですね、そのボールをですね血だらけの手でこう投げつけて、そしたらあれこれちょっとなんか人間っぽいなみたいな形でウィルソンっていうキャラクターが生まれるわけなんですが、まあいかんせん本当にそのウィルソンっていうバレーボールの、キャラクターに僕たちもですねもうトム・ハンクスという名優の演技で本当に生きてるんじゃないかと思ってですね、そこで感動が生まれてくるんですよ。そして僕がなぜこの動画を作ろうかと思ってたのかというのがですね、皆様想像していただきたいんですが、まあ奥さんはたまた恋人がいてですね、自分がもし無人島に行ってしまった、その無人島で4年過ごしていて奇跡的に、無事に、自分の生まれ故郷に帰ることができた。はい、ここなんですよ。皆様もしその4年の間ですね、まあそのトム・ハンクスという人間、その生まれ故郷では死んだことになっているんですが、その奥さんには旦那さんがいるわけなんですね。まあそこが僕たちどう感じるかっていうことなんですよ。まあこれを見る方によってはですね、本作もうバッドエンドに近いんじゃないかなと思う方もいらっしゃると思います。はい、まあ作品としてはポジティブにいこうみたいな感じになってるんですけど、いやいかんせんそこを想像しちゃうんですよ僕は。うん、その自分が無人島にいてですね、奥さんはたまた恋人に会いたいっていう思いでこの無人島が脱出したいと思うんですけど、脱出したら奥さんはたまた恋人にはもう付き合ってる婚約者もいるっていう場面ですよ。いやーですね、そのトム・ハンクスという人間っていうか、まあ、照らし合わせてしまうとこう何とも言えない気持ちになるんですよね。そして、作品としては、トム・ハンクスと婚約者の方がいるんですけど、その婚約者の方が、会おうと思ったんですが、やっぱりこう挙動ってもう気が動転してしまって途中は会わないんですね。でその後トム・ハンクスがどうしても会いたいっていうことで婚約者の家に行くわけなんですが、もうそこのシーンがですねやっぱりいいんですよ本当に。婚約者の方は、平然を、装っているんですが、まあそこを見るとですね、もうちょっと感情を高ぶらせなくていいのかよって思うんですけど、まあそこなんですよ。でそのトム・ハンクスがですね、自分の、現実を知って、奥さんもですね、旦那さんがいて子供もいて新しい人生を歩んでる、まあそういうところに踏ん切りをつけようと思ってその自宅に行って帰るんですけど、まあその帰る時に元婚約者がですねもうやっぱり感情を爆発させるわけなんですよ。もうそこのシーンがいかんせんいい、もう泣いちゃいましてですね、その何とも言えない2人の表情、そしてトム・ハンクスがそのこれから新しい道を切り開くんだけどどうすればいいかわからないっていう表情がね出てるんですよ。もう本当にそこがもう本当に素晴らしいんでございます。はい、もうまあそこが良かったんですよ。まあ僕がそこが話したかったので動画を作ったって感じです。もう失礼しました。はい、はい、ということでですね、以上フルート向井でございました。もしよろしければですねチャンネル登録高評価などなどよろしくお願いします。あとはですね、コメント欄の方、使っていただければと思いますので、また次の動画でお会いできればなと思っております。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。トム・ハンクスってやっぱやばいっすよね。